おいす、こんにちは、あむりです。今回も、ちょっと旦那さんが新しくね、されされの方でですね、浦島の編成を更新されておりましたので、こちらをね、ご紹介させていただこうかなと思います。ちょっとされーねの強化が、未だ来ないので、ちょっと来ないと、っていうとこですね。うん。1.9 倍に早く経験値になってくれないと、実用できないので、早くなってほしいねっていう感じなんですけども、ちょっと編成のパターンがいくつかありますので、この X の方でですね、紹介もさせていただこうかなと思います。されされで、なおかつ暖房も6ありますよっていう編成になっておりますので、本当に一周あたりの、なんでしょう、経験値効率を求められる方は、こちらの方がいいのかなって感じですね。楽さとかで言うとね、やってみた感じ、1個前に紹介してるやつの方が僕は好きかなって思いますね。やっぱ目の輪を、ブレスで抜けるか否かっていうところが違ってくるので、まあなんで、まあそこは好み次第かなって思うんですけども。はい。まあ、サレーネが 1.9 になると、こちらはね、だいぶ効率が良くなりますので、まあ、こっちの方がいいっていうのはあるのかなって感じですね。で、この編成でいくと、泥鏡、ネイの武器の泥鏡が関与して、15回をワンパンしていく可能性があるので、まあ、ネイの泥鏡は閉じようねっていうのがありますよっていうお話になってます。っていうのと、もう一個ね、もう泥鏡は無視して、理想的な形にするんだったら、カーンの武器を使おうね、みたいな感じ。今回使わせていただくのは、こちらの編成になっておりますので、こちらの編成だと思ってもらえればいいです。あとですね、キリンが1体しかいないよっていう方のための編成もですね、こんな感じで、用意されてるみたいなので、ぜひですね、気になる方は、概要欄から、旦那さんの方、Twitter 見ていただければ、X か、見ていただければいいんじゃないかなと思いますので、よろしくお願いいたします。はい。で、編成ですが、まず、サレーネ、超つなげ、遅延4の火ダメージ軽減プラスが2個と、上、カーン武器がついております。で、続きまして、ラマモアスキブプラス、火ダメージ軽減プラス1個と、ちっこい火ダメージ軽減が1個。で、遅延5個振ってて、サムライロックは枝豆だけ閉じましょうって感じですね。まあ、超つなげ発動しちゃうんでね。で、キリン1体目、全パラ、火ダメージ軽減ちっこいの1個、マシンキラー、遅延5個。で、上は三井ほのかの武器になってます。で、次、キリンがスキブプラス、遅延5個と同じですね。マシンキラーと火ダメージ軽減1個いのが1個。上はサレーネですね。スキルレベルはマックスにしておきましょう。で、ウルトラマンジャック、7強プラ、マシンキラー2、遅延4で上はマスターガンダムでリタチェンしていきます。フレンドワークされね、超つなげ、ひだめじ経験プラス2個と、ちっこいのも1個ついてます。遅延は3です。上はプリムの武器がついてます。バッチは、まあ、経験値でいきます。いきましょう。今、ランクはね、この期間中で2上げたかな。3上げたのかな ?1201 から1204になりましたね。まあ、もうちょっと頑張ろうかなって感じですね。はい。ということで、三井ほのか、されね、打って、で、キリンが溜まるんで、キリン打ってずらします。僕はランク上げはあんまり、まあ、興味ないというか、やらないぜなんですけど、やり始めると、まあ、ちょっとおもろいというか、まあ、そもそもこの今サンリオ期間で結構やることも限られてって、別にコロシアも回ってもいいんですけどね。ちょっとまあ、他にやることもないので、結構ランク上げをやっちゃってる感じですね。珍しく。はい、ルシファーは初手 0C。で、まあ、適当に 1C。からのまた 0C。で、ここでリーダーチェンします。マスターガンダム武器撃って、キリン撃って、突破していきましょう。はい、あとは、またこっからね、こっからはもう前回の編成と同じく、11階層までは、まあ、ひたすらキリン撃ってずらすだけで飛んでいきますよと。ランク上げは、みんなどこでやってるんですかね。最近ネロミエルが登場したことによって裏ゼロはちょこちょこやってたんですけど、まあ、ちょっと今回経験値が裏神秘が確か対象になってないですよね。なんでまあ裏修羅がいい。今回は今は裏修羅裏気工場あたりですかね。回るのだったら気工場結構多そうですね。裏気候あれだったらネロミエルかな主流は。でもこの裏修羅ってダンジョンがそもそももう何年前のダンジョンっていう話ですよね。未だに周回するメリットがでかい。まあ周回する方が多いっていうのはすごいことだと思うんですよね。結構いいダンジョンだよね。簡単に周回できて経験値がうまいっていうのは。当時からしても破格だったってことだよね。
ルーレットがね、冗談に作られるとめんどくさいんで、ちょっと気をつけながら行きますけど。はい、ここでルーレット終わるかな。はい、これで突破ですね。で、7階層、まあ、ここら辺も特になし。今ってどうだったっけ、メモリアルガチャって1100まであるんでし、いや1200まで来たのか、ちょっともう忘れちゃってね。なんかもう忘れちゃった。1200まで確か来たんだったかな。1200までは今ね、上げる価値がね、あるはずなんですよ。まあ、魔法石もらえるのはあるんで、マニアックスかなんか報酬であるんですけど、10個ですけどね、言ってもね。もうちょっともらえてもいいやろって感じですね。20個ぐらいくれてもええやん。もうこっからは1300になっても多分魔法石10個でしょうね。もうちょっと欲しいよね。ランクを上げるメリットがメモリアルガチャが一番大きいぐらいなんで、なんかもっとあるといいなって思ったりしますけど。はい、で10階層ですね。ここまではまあ特段何もなく、キリン打ってずらすだけで飛んでいきます。はい、で11階層はサムライロックのね、武器を使っていきます。これダメージ無効貫通と、まあ、ソティス対策のダメキューも発動してあげて、まあ、ちょっと今回スピカなんでね、まあ、外れの方ですけど、スーパーネスト。はい。ってことで突破しまして、で、ここまでダメキューが継続しますので、ここもね、キリン打って突破ですね。で、次が、ミストルテインだった場合は別に、カーン武器は撃たなくてもいいかなって思ってるんですが。ほい。うん。もう一体のカラドボルグか。あいつだった場合は、撃たないと、まあ、覚醒無効が解除できないんで撃つんですけど、ミストルテインだった場合は別に撃たなくてもいいかなっていう。別にタレーネのスキル使うわけじゃないので、こっから先。まあ、特にいいかなって思いますね。で、ここジャックも一緒に使用してあげて、蝶つなげで倒していきます。で、この次の15階層を2番で仕留めるんですが、最初のね、ネイのやつだと泥鏡が入っちゃうと、ワンパンで15階を抜いてしまうのでっていう話ですね。ここをドロップ強化なしの光1列のみで削ります。そうすると木と、一番左が残るかな、左2体が残るんだったか、木だけ残るんだったか、はい、3体残りました。3体でしたっけ、答えは。はい、ということでこれで突破ですね。まあ要は2パン2ターンかけてねって感じです。で、16回は2パンです。はい、あとはまあそうですね、まあ前回の編成と変わったところで言うと、主君子の階層が、シャンメイがね、ちょっと 0C で一旦消せない状態治るまで待つよっていうのが入ってくるぐらいですかね。あとは特段変わらない。まあ、最後がちゃんとね、パズルするよ、つか、まあ、ずらすよって感じなだけなんですけど。で、一番ね、前の編成とちょっと困るのが、シューミンが出た場合ですね。シューミンが出た場合、ルーレットが作られるわけですよ。で、それがマジで失敗になりそうで怖い。シューミンやられると、一列はいいんですよ、別に。だから、メノアの進化前は別にどうでもいいんですよ。で、進化後メノアが出た時に、ジャックも使用して、キリンも撃ってっていう、あー、ごめん。これ、プリム武器撃つの忘れた。はい、プリム武器撃ってください。はい、プリム武器撃ってなかったですけど、何も考えてなかったわ。はい。で、なんで、シューミンが出ちゃうとですね、ジャックとキリンを使用した上で、蝶つなげずらしをしていくんですね。ワンパンするためには。もうキリンを打ってツーパンにしてもいいんですけど、
なんで2個のスキルを打った上でルーレットを加味しなきゃいけないから、ちょっとワンチャン光ずれそうだなっていうのがあってですね、ちょっと今回あれだな、一撃多くもらったから良くないんだけど、本当はシャンメイ出たらちょっとワンチャンまずいんだけどワンチャンまずいんだけど、まあまあ一旦いいでしょう。ちょシューミンが出てくれた方がいろいろいいかも。逆に今こんだけ言ってここでシューミンがね、はい、残念でした。あ、でも回復しきれてるか。じゃあまあ別にだわ。ヨーヨーはただ超つなげでワンパン終わりなんですけどね。うん、まあ、ここはいいんですよ。ここはただ普通にキリン打ってバーンなんで。で、まあ、ここですよね。ここがジャックとキリン打って超つなげなんですよね。なんでそれがねーってなっちゃいます。はい、じゃあラママでヘイストかけてあげて、でこうやってこうやってこれでずらしなんですよ。なんでちょっとルーレットが変わりそうみたいなね。シューミン両端上段ね、ルーレットになっちゃうんで、これでワンパンなんですけど、まあ、そこだけかな。なんで、それが嫌だったら、やっぱ前の編成を使って、ブレスで突破してあげるっていう方が、まあ、楽は楽かなって思いますね。効率を求めるんならこっちでいいかなって思いますけど。はい、まあそんな感じになっております。ちょっと一旦ね、変な、アナザー、誰だ、あれ。ちょっと変なやつでグラったせいで少し遅いですけど、だいたいまあ7分後半かな、8分いかないようぐらいでね周回できるかなと思います。まあもちろん敵の引きにもよりけりなんですけども、まあ、だいたい8分ぐらいで周回できるかなと思いますので、まあ、サレネンのね 1.9 倍が実装されたらこっちがいいのかなと思いますので、もし組めそうであればね、サレネでやってみるのもいいんじゃないかなと思います。はい、ということで少しも参考になりましたら高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。